お疲れ様です。隣でね、紅白流れてるんですけど、私動画撮ってますからね、ジャンクスタイルです。一応年末年始対応で動画結構撮ってるんですよね。結構ギリギリまでやってるんですけど、まあね、年が明けたら多分これアップする頃、実家でダラダラとしてると思うんですけど、別に毎日投稿を目指してるわけじゃないけどね、結果ね、なんか結構ネタ溜まってるし、趣味だね、趣味。うん、動画投稿、趣味です。はい、趣味。で、今日何やるかっていうと、あれですよ、年末に、まあいろいろ休みを使ったりなんかして、中古ショップ行ってるんで、まあ、近所のね、中古ショップなんですけど、セカンドストリートとホビーオフかな。で、いろいろ買ってきてるんでね、紹介したいと思います。このチャンネル見てる方の大半が興味ないであろう恐竜系からこれなんだろうな、多分マテルの結構前のやつだと思うんですけど、噛みつき系でもないしダメージでもない T レックス、これ割とでかいしサイズ感もいいんでね、買ってますね。尻尾振る、なんかギミか、ここか、ここ押すとこ口が開いちゃう系、あ、完全に壊れてますね。とはいえ、まあ、1100円な。まあ、遊ばないからね。まあ、いいかと。1100円です。マテルのブラキオサウルスとかね、でかい系の恐竜と並べるのといいかな。ドレトノータスとかね。あれ、すごいよ。もう飾ってたらパンパンだから、まあいいや。恐竜系。冬も結構狩りのシーズンなんですよね、恐竜系玩具の。だから夏場は新作が結構出るんですけど、冬場は、なんだろう、子供がもう夏遊んで飽きちゃったやつとか、冬はそんなテンションじゃないからって感じで、売る子がたくさんいて、恐竜系玩具がね、結構出回るんですよね。で、夏になるとね、またこういうのがね、売れ始めるんですけど、なんだろうな、これチープ系玩具なんですけど、結構デカめのやつ。100円で4体か。あ、これもセカンドストリートっすね。まあ、トリケラトプスですね。あとが、アロサウルス。はい、こんな感じ。割といいよ。でかいし。で、パキケファロサウルスでしょ。と、これがね、立たないんですよ。ディロフォサウルスなんですけど、これもう、ジュラシックイメージですね。エリマッキトカゲみたいなやつ。これがね、自立しないんですよ。多分、関節がダメになった。似合ってる。結構いいよね。こういうちょっとチープ系もね、集めてるんですけど、サイズ感的にはそうだね。35分の1とか、あの辺、まあ、この辺ちょっと違うけど、どうかな、うん、そんな感じ。トリケラトプスが意外といいよ。リアルっちゃリアルな感じ、テカテカしてるけどですね。どこのメーカーだろう、たまに見るんですよね。こんなビス止めの穴が目立つタイプ。やつ、たまに見かけるんですけど、どこで売ってたんだ、トイザラスがどこで売ってたのかな。たまに見かけるシリーズですね。じゃあ、すいません。恐竜はこの辺にしておきましょうね。ミニカーあるからミニカーね。ミニカーありますからね。で、これがセカンドストリートで買ってる HW50 コンセプト。ホットイールですね。これ、この間買ったんですけど、なんかどうもホイールエラーだったんですよね。なんかコメントでご指摘いただいて。あれ、なんかホイールエラーじゃないって言われてるの。この辺のやつがね、塗られてないのがあって、ちょっとこれカスタム用に買ったのに、カスタムできねえな、それ、とか思って。出たらルース品であって200円で買ってますね。わ、これ200円で買うどうかなと思って、正直思ったけど、ちょっといじりたいなっていうのがあってですね、買っちゃってますね。いいよな、やっぱいじりたいよね。これいいよな。ホットイールらしいですよね。こういうのがちょっと好きかどうかで、まあね、ちょっと好きかどうかでっていうか、あれだね、ホットイールの好み、ホットイールに対する好みありますよね。趣味嗜好というか、なんだろう、リバティウォークみたいな、まあ、カスタムカーとかレーシングカー好きな方とか、こういったマシン系が好きな方、私も含めてね、いるんですけど、まあ、いわゆる世間一般的には謎車っすね。謎車も結構魅力的なもの多いですよ。と、ホビーオフで、トミカリ見てると、ヴィンテージ2台買ってますね。ちょっと安かったのかな ?1320円か。だったと思います。なんか変な風に開けててさ、ちょっといつものペーパーナイフとかカッターとかで差し込みで開けようと思ったら開かないんですよね。どうなってんのこれ。開いたわ。なんか変な癖がついてる。開ける人によってね、やっぱ。あー、でこれあれだ、プリンスクリッパー提唱この間も買ったような気がする。おお、え、ああー、なるほど、これね、こう挟み込み形式ね。はい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 、はい、はい。びっくりした。で、紙がしてあっての、あれ、なんかこの間も買ったような気がする、こんなの。違うか、いや、なんか覚えがあるぞ。で、これ、こうなるんですよね。こっちか。お、
フリッパーでなんか最近よく買ってんな。多分同じ人が売ってる。自家用って書いてある。おお、この顔一緒だね。結構、ヴィンテージ出てますよね。お、タイヤがちょっとベタつきが、あ、若干ある。後でちょっとワックスかけときますね。溶けかけてはないけど、ちょっとベタつきがあるかなって感じで。これが、プリンスクリッパー提唱。うん。あ、で、ちょっと塗られてるんですよね。あれ、なんかこれ記憶があるぞ。違う、もう持ってるなと思って、ダブテ買っちゃったのかなと思ったら、似たような感じのトヨエースと勘違いしてたのと、クリッパーのバキュームカー買ってたんですよね、最近。うん、なんか、似たような感じになるから、わかんなくなっちゃう。ね。言い訳。ね。で、今回ちょっと、豪華に2台買ってるんですよね。マツダ E2000。これが、提唱。あ、ちょっと、箱痛みありっすね。この辺とかも。まあ、値札剥がした後かな。これも1300円だと、あ、ここ。ああ、気づかなかった。だから安いのか、1300円だと思います。もう開きかけてるから、このまま開けちゃおう。なんか同じようなの買ってんな。え、これが提唱？え、違う。E2000、マツダ E2000 か。働く車って、なんか開けた形跡はないのかな？ほうほう、このまま閉まってた感じですかね。このフォロー部分のスクリーンもほとんど一緒かな。あれ、丁寧に開けないとちょっと破りそう。この紙取っとく必要あんのかな。お、あ、全然違う。え、一緒かな。あ、ちょっと違うか。これが本体。あ、本体。あ、いいね。色味もいいっすね。タイヤ、ホイール似てんな。ちょっと違うのか。これはタイヤベト付きなんかはない。あ、いいお顔してますね。はい、正直ちょっと知らない車。すいません。世代じゃないんでね、わかんないし、車のことは詳しくないです。ちょっと歪んでないかな。ここ、取り付けがちょっと歪んでる。まあいいや。で、ホロつけたら、こうかな？違うね、多分こうだね。こうだね。こう。でもなんかちょっと傷んでるんですよね、ホロ部分。未開封じゃなかったのかな？なんか、指紋の跡みたいなのがついてて、なんだろう。瞬着、こう、失敗した時みたいな、指について、そのままパーツ触って、ついた、瞬着が、ついた感じになっ、なんかそんな失敗したような感じになってる。こう、あ、いいっすね。これさ、でも全長これ一緒なんだからさ、こんなでかい箱にする必要あったの？これ。わかんない。え、これで入るじゃんね、普通に。え、だって一緒だし、これ。よくわかんない。箱の大きさ揃えてほしいよなっていうのがあるんですよね。せめて、この箱、トミカと同じぐらいの箱だと、揃えやすいっていうかね、並べやすいのになーっていつも思うす。これあれかな、プラのパーツつけない方がいいのかな。なんか怖い、危うい。大晦日の夜に何やってんでしょうね、私。っていうか年末に何買ってんだろう。まあこういうのね、近所回っていろいろと買っておりますよね。まあミニカー少なめですけど、まあでも価格的には結構いっちゃってますから。これも1300円か。なんかあれだね、トミカに見てとヴィンテージと目を集めようと決心して、半年ぐらいかな。ちょこちょこ買ってる感じですけど、まあそれでも安いのをね、中心に、安くていいものを中心に買ってるんですけど、お金が結構なくなっちゃいますね。みんなすごいね、集めてる方。と思います。これに、たまにね、ミニ GT なんかも買ってるからね、ホットウィールとトミカだけに留めておけば、それでもね結構使っちゃうけどね。まあお金の話はやめときましょう。悲しくなるからね。あ、そうだ、マイナーポイントってあるじゃないですか。あれまだもらえたんですね。なんだろう、昔登録したらなんだ、ペイペイにポイントが入るよとかだったんですけど、あれだ、受け取り口座、公金受け取り口座とか保険証とか登録すればポイント入るんですね。知らなかった。で、1万5000だって。後でやろう。そのポイントをまたペイペイか何かに変えて、またミニカー買っちゃうよ。在宅在宅。うん。なんかそういう、
もらえるものはね、もらっといた方がいいですよね。ポイントとか言いながらね、実質お金と同じですもんね。何の話してたっけ。ちょっとあの大晦日だからね、ちょっとわけわかんなくなっちゃってますね。まあ多分これアップする頃はお正月明けぐらいだと思うんですけど、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。どういう話、ループしてる、ループしてる、冒頭に戻ろうとしてるから、はい、あのじゃあこの辺で終わっておきます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。